ナパームデスは、イギリス出身のハードコア、ヘビメタルバンド。クラインドコアの思想的存在として知られている。活動初期は、メンバーの出入りが激しく、オリジナルメンバーは、不在となりながらも脈々と活動を続け、カテドラル、カーカスといったバンドを結成するプレイヤーを輩出した。スコットランド・アバリン公演フランス・クリソン公演1981年。 イギリスのバーミンガムで結成された。ニック・バレンがボーカルとしてディスチャージ、カオス有形等のハードコアで政治的主張を行うパンクロックに影響されて結成。結成年にパンクイズ、エロッティング・コープスを発表。音楽性としてはハードコアとアナーコ・パンクの中間で上述のバンドと比べ際立ったところのない平凡な音であった。しかし、 クラスとライブで数回ともに活動したことがきっかけで、後に発表されたクラス自身のレーベルオムニバスに参加することになった。現在も使用されているナパームデスの表彰は、この時点ですでに出来上がっていた。音楽性の転機は、イギリスイプスウィッチのクラストコアでドラムであったミック・ハリスが加入したことが大きい。この時点で、結成時からのメンバーはすでにニックのみになっており、 彼がボーカルとベースを兼任した。1985年に、ヘイトレッドサージンを発表。これまでの5本のデモと異なり、激しい音楽性に変化する。翌年には7作目となる後のセカンドアルバムと同じ、兄弟である、フロム・インスレイブメント2・アブリターションを発表し、ファーストアルバムと同じ台で、フルアルバム並みの曲数のスカムの2本を発表した。 イギリスノッティンガムで最速だったプラズミットが解散し、さらに速度感が増したヘレシーのベース、カルブが、まだイヤーエークレコードを作ったばかりの保有者であった、ディグ発売につながることになった。1987年、これまで立て続けに出したテープではなく、アナログでかつ単独、そしてアルバムという形態で、スカムが発表された。このアルバムの音が与えた、 様々な分野への影響度は大きかった。ここからナッパームデスの第2期が始まったと言える。ただ A 面、B 面でドラムのミック以外が違うという特殊な形態になった。A 面には85年、86年の二本のデモテープのメンツで収録。原構成員のニック3本のデモテープに参加したジャスティンが音楽性のフ一致チにより脱退を結成。B 面は ミック・ハリスが独自のブラストビートを編み出し、曲が加速。リー・ドリアンやカーカスのビル・スティアーが加入して録音された。メンバーそれぞれの思考性が様々で、リーやこの後正式に加わるシェーン・エン・バリーが当時、好んで聴いていた早く極端な音楽に大きく影響され、また、日本の SOB やゴーストにも触発されて、重く、早く極端に演奏時間の短い楽曲。 歌詞が全く聞き取れない歌唱法のグラインドコアと呼ばれる音楽性へ変化した。ジェームスの後任にシェーン・エンバリーが加入。1988年のセカンドアルバム、フロム・インスレイブメント・ツー・アブリターションでその音楽は完成された。SOB とのツアーで1989年に発来にラインナップはリードリアン、ビル、スティアー、シェーン・エンバリー。 ミック・ハリスの4人だった。1989年にリードリアンが抜け、唯一の結成初期からの在籍メンバー。また、彼らの歌詞の内容は、ハードコアパンク出身というのもあり、守備一貫して、社会を批判する傾向が強く出た政治的なものが多い。2009年、ラウドパーク、2012年や2019年のエクストリーム・ザ・ドジョなど、日本のロックイベント出演にて、 たびたび来日している。2019年4月時点サポート。ありがとうございます。